はい、おはようございます。ハワイ3日目でございますね、はい。今朝起きて、これから朝ごはん食べに行くところでございます、はい。今日私はですね、このハワイという T シャツを着ておりますね、はい。ハワイにいるのにハワイっていう T シャツを着ております、はい。千葉県にいる人が千葉って T シャツ着るのと一緒ですね、うん、恥ずかしいですねじゃあお隣のホテルにちょっとパンケーキ食べに行ければなと思います。空いてればいいんだけどね、うん。この辺はヨットハーバーですね。はい、こちらイリカイホテルのシナモンズですね。残念、45分待ちでした。すごい人気店でしたね。45分もちょっと待てないということで別のパンケーキ屋さん行きましょう。はい、ということでアイホップにやってきましたね、はい。僕らといえば、まあ、ほぼ毎回アイホップなんで、まあ、よかったかなと思いますね。はい、シン君の来ましたよ。これ何？バナナ、あ、ストロベリーバナナパンケーキですね。なるほど、すごい量ですけど。あのシロップのところに回るストロベリーシロップがあのめっちゃ上がってます。ちょっと手を横に出してもらえる？でエイシン君の手以上のパンケーキが来ましたパパはビッグステーキオムレツにしました、ちょっと、ね、どうしてもねしょっぱいのが多分みんな食べたくなるだろうと思って注文したんですけど、これにもですね一応パンケーキついてきますんで3枚ついてきますママこれフレンチトースト？スプリットデシジョンって言って優柔不断な人のためのパンケーキとフレンチトーストが両方ついたやつ。なるほどね。とりあえずまず普通に食べてみるか。もちろんソースかけて。もちろんもちろん。うん、うまい。パパのパンケーキにメープルシロップとブルーベリーソースかけました。うん、うまいね。この中に何入ってる？ビッグステーキオムレツも食べてみましょう。いただきます。うん、うまい、うまい。甘いのだけじゃ食べきれんよ。食べきるかもしれない。途中でしょっぱいの入った方が絶対いいって。ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやー美味しかったね。美味しかった。そしてめちゃめちゃお腹いっぱいです、うん。余った分は持ち帰っております、うん。はい、一つ皆さんに言い忘れてたのが、うん、昨日受けた PCR 検査、うん、結果返ってきまして無事みんな陰性でございました、はい。なので普通に日本に帰れますね、はい。12時6分、1時半から、ね、ちょっと、ね、説明を受けなきゃいけないので、うん。まあ、それまで部屋に戻ってちょっと1個撮影したいなと思ってますね、うん、はい、はい。すっかり夕方になってしまいましたね。エイジン君とママはプールに遊びに行っている間パパはずっと編集しておりました。ということで夜ご飯をですね食べに行きたいなと思います。ということで丸亀製麺の前にあるハイヤーというですねシーフードレストランにやってきました。はい、なんとエイシン君リクエストのところです、ね。はい、エイシン君がとある動画で見ていきたかったということでやってきました、はい。美味しいといいね。はい、来ました。パパがですねマヒマヒのケイジャンスタイル、エイシン君がマヒマヒのバーガーだね、うん。ママなんだっけこれ？オパのソテー。ソテー、あー美味しそうです。いただきましょう。いただきます。ソースはこんなにいっぱいあるみたいです。こうしていきます。すごいそうだったけど、うん、うまい。すごいなんかワイルドだね髪型ついて。じゃあパパもケイジャンスタイルいただきます。うん、マヒマヒ美味しい。すごい美味しい。しかも全然辛くない。ケイジャンスタイルなのに辛くない。いやエイシン君グッジョブでした。めっちゃうまかった。大変美味しかったです、うん。じゃあ帰りましょうかね、はい、はい。向かいの丸亀うどんめちゃめちゃ混んでます。しかも見た感じ日本人が多い気がするんですが気のせいでしょうか。
exposed to a lot of Japanese, right? Right, yeah, right. You know, it's interesting. You know, the culture, and I love Japanese food, and people are so, what's it called? Considerate, right? You know, so it's like, yeah, it's just intriguing. Because, you know, as American, you know, some people have no, or they're oblivious. You know what I mean? Oblivious to their surroundings and other people, and you know what I mean? And it's just, you know, it's just respectful. So sometimes, you know, if you're a driver for Lyft, like say you go airport, so many Uber driver, but Lyft driver would get a ride, you know, in almost, you know, immediately.